はい、再開。今回は、サンとセラの状況がどのようになったのか、あの集落に行って確かめてこようと思います。はい。サンの集落にやってきました。特に何も変化がないんですかね。まあ、そういう選択をしましたからね。ああ、ここでどう攻めるかわかるかねで、はいって答えれるようになるんですね。あの、盗人と約束しなければ。まあ、こうしてね、のほほんと暮らしてるかわかんないですけど、争いができるだけ起こらないようにした方がいいですよね。で、この先何があるんだろう。あ、まだまだあるね、何か。何があるのかな？祠でもありそうですけどね。あれ？橋か。おお。ここまで来ると、やっぱり橋を越えると敵のランク上がりますよね、大体。ブリーチバール。また強そうなやつが出てきましたな。三日月といえば、色的には炎が弱点っぽいけど。三日月弱点かな？雷が弱点っぽいかな？ブリーチバード。やっぱり飛行タイプは電気に弱い。ですもんね。広いなぁ。お、村がある。町か。おぉ、新しい町だ。何の町ですか？西の見張り台との定時連絡が取れませんでした。何かあったのでしょうか？この世界何かあってばっかりやなぁ。まあ、見待ちの王とかいますからね。探索を漁りましょう。やっぱりいましたね。ここはまあ、宿屋ですよね。そうね。400ゴールドか。お金のことはもう最近気にしなくなってきたな。本になりますね。本はほんまいいとき、なんか話してるときに出てきますよね。ってるのかな。プラントショット、ビートルショット、ほうほう。トマレア。トマレアか。あれ、こんなん当たってる。まあいいや。お。おお。くさ。バスタードソード。バスタードソードね。マイン豪州の方がいいかな。これ装備するぐらいなら。ものすごい音がして してましたけど、今。マイン豪州が、ノイズがすごいかな。いるか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと蚊が。いやー、ちょっとやり損なったかな。まあいいか。はい。マインゴーシュー。今日は攻撃力で攻めるということは、おそらく無理だろうと。やっぱりゆきちゃん、マサ。ゆきちゃんも補助タイプですけど、マサ、リンダあたりでダメージを取っていくしかないと思うんでね。ね、その杖。これ強いやん。
おそらく特殊能力、使った時の特殊能力みたいなのはないんだろうけど、これは強いですね。これは買いでしょう。買います。相手の顔を映し出す鏡張りの仮面。鏡の仮面。へぇ。頭装備ですよね。京都ゆきちゃんは頭装備は守りの兜とレッドフードか。はい。で、バスタードソードと、あ、これは買わないと。その手は、リンダさんに買いましたと。鏡の仮面は京都ゆきちゃんに装備させましたと。で、フルアーマーですが、まあこれはいらないでしょう。金色の鎧がありますからね。はい、そんな感じですね。あとね、ちょっとアイテムの整理をしておきますね。守りの兜はいらないでしょう。売りましょう。他に何かありますかね。あ、このレッドフードですね。マジックフード、これマジックフード1万もするんだよ。まあこれ知性が上がるんですけど、レッドフードの方が防御力高いんですよね。まあ一長一短なんですけど、ちょっとリンダさんの防御力も上げときたいということで、レッドフード装備しました。で、マジックフードも一応持っておきましょうか。売っちゃうとなんか、もったいないような感じがしますからね。はい。はい、アイテム整理も終わりました。で、まあ、こんな感じですね。うん。はい。こんな感じですわ。ね。はい。あ、ちょっと一旦休もうかな。で、武器屋のところに階段がありましたね。ここ行ってみましょうか。ああ、倉庫か。何があるんでしょうか？左の部屋の覇者来航だな。死んでもなお蠢いている奴らにはこいつを見舞いしてやれ。覇者属性の威力が大きいバージョンか。真ん中の部屋のは光の槍だ。こいつが効かないって敵はまずいないと思っていい。光の槍。二属性というか、万能属性か。こいつが効かないって敵はまずいないと思っていい。なるほど。いいね。右の部屋のは疾風の階段だったな。弓や銃の威力も上がるし、攻撃も命中しやすくなるぜ。疾風の階段。弓や銃の威力が上がる。ん？素早さが上がるってこと？素早さが上がったら弓や銃の威力も上がるってこと？ちょっとよくわからない。まあ、そういう効果があるんでしょうか。弓や銃の威力が上がって、攻撃の命中率も上がる。スノーローブ。この街はスノーローブというのか。スノーローブの倉庫の鍵5万円。5万ゴールド。なかなか高いな。まあ、今は保留ということで。保留しておきます。他にもちょっと見ていきましょうかね。まあどうせまた困っている人がいるんでしょう。まあそんな言い方は良くないかもしれないけどね。神秘の部屋。街の人の悩みを解決する代わりに、街のものを略奪していくという、していくというね。私は薬剤師をやっています。今作ろうとしている薬には、無限の花という非常に強い生命力を持った花が必要なんです。その花からできる薬を使えば、人間の潜在能力を高めることができるはずです。もし無限の花を持ってきてくれれば、その薬を一つ分けましょう。
無限の花はどこにあるんですか？非常に強い生命力を持った花。うん。あの毒の木の実があったところに、一つだけ、というか一箇所だけ赤い花が咲いてる場所があったんですけど、あそこではないのかな。あそこに海の門があったんだったかな。だったら生命力を持った花と思っても、なんか間違いではなさそう。もう少し無限の花のヒントが欲しいな。西の山の先には光の神殿と呼ばれる建造物があり、古くから力を示した者に究極の力を与えると言い伝えられています。真偽のほどでは定かではありませんね。西の山の先か。ちょっと中の女の人に話を聞きたいんですが。毒沼がなくなれば、毒沼から生み出される怪物たちもいなくなるんでしょうか。そんなこと知りませんよ。鬼がいますね。家のタンスの中に鬼がいるとか嫌ですね。この世界ではゴキブリとかそういう虫みたいなもんなのかな。鬼って。思いっきり人間の形してるけど。南東の共同墓地には、過去に町の王との戦いで死んだ者や、この地で死んだ者が眠っています。共同墓地。南東か。西にある氷の洞窟。その洞窟では命の結晶というものが取れるそうです。何でもそれを食べた者は不老不死を得るとか。そんなバカな。もし見つけたら私に持ってきてはくれませんか。手に入れるものは、手に入れるものは不老不死です。報酬は私の全財産、具体的な金額で50万ゴールド。どうか見つけたのなら私の元へ持ってきてください。じゃあ、50万ゴールド。そんなはした金で、不老不死が手に入ると思っているのか。みんな20万ゴールド持ってる。50万とかある。そんなもんで不老不死買えるなら安いもんやね。武器屋さん、留守か。留守の間に命の飛躍はいただいて一方。なんか鍛冶屋さんかな。ホルーンにもいたけどな。こっちに武器屋さんあるし。そういう、ちょっと武器屋さんとは違う鍛冶屋さんかな。うん。まあ、情報収集。もう終わったんでね、ちょっと一旦、撮りましょうか。もうちょっと。一回休んだな、さっき。まあいいでしょう。ラミンを貪りましょう。はい、それじゃあありがとうございました。さよなら。